はいどうも、パチオです。えー、今日はね、あの、よく会社のさ、あの、株主総会とかでやるさ、あの、短期計画、中期計画、長期計画みたいなことをね、僕も喋っていこうと思うんです。まあね、人生でね、何の計画もなしに生きてきたんですけど、割とね。あの、特に二十歳ちょい過ぎぐらいまでは全く何も考えてないで生きてきたんだけど、まあそっから先はね、割と計画的なというか、 ね、その、いろんなことに不安を覚えてえ、計画的な人生をちょっと歩もうとしたり、まあ、行き詰まって、焼けっぱちになって、あのー、計画がおじゃんになったりとか、まあ、いろいろしてるんですけど、まあ、ね、今回、短期計画、中期計画、長期計画。まあ、要するに短期計画っていうのは1ヶ月以内にありそうな計画ですね。まあ、これはまあね、できることなんで限られてるんだけど、 で中期計画、1年ぐらいの計画ですね。うん。で、長期計画、まあ人生におけるみたいな、えー、そんな計画になっていくんですけど、まず短期計画ですね。 あの、残り二日のタイムリミットがあるんですけど、えー、部屋の掃除を一生懸命やるのが第一です。<laughs> いきなりそれかよ、みたいなね。あの、不動産屋さんがね、えー、僕の家に入ってくる。まあ、水道屋さんを引き連れて入ってくんで、まあ、不動産屋さんはさ、あの、ゴミ屋敷とかも平気なんでって言ってるんだけど、あのー、ね、水道屋さんはなんだこ,こ、この部屋みたいな感じに、やってれんぞみたいな感じになっても困るんで、あの、 それはちょっとね僕の中でもちょっと申し訳ないんであのそういう風にならないようにえ麗、ー、にしていきたいなという風に思ってるんですよねうんまあねだからこれを機にねちょっとゴミ屋敷からお皿はしようかなとまあ要するにその入ってくるゴミを減らして出ていくゴミを増やせばいいだけの話なんですよ簡単に言えば で、その簡単なことがね、なかなかできないんすよ。あまあ、ゴミ屋、ゴミ屋敷を作る人間というのはね、あの、掃除のできない人間というのはまあ、そういうことでね、まあ、わかる人はわかると思うんですけど、まあ、<laughs> なんとか頑張っていこうと思います。本当にね。いや、これマジで。うん。 で、いや、ただね、粗大ゴミとかね、うち、他りづらいんですよ。今、隣の家がね、ずいぶんナーバスになってて、あの、鍵の開け閉めだけでギャーギャー行ってくるようになってきちゃってるから、もう、粗大ゴミとか出そうとして、ちょっと音立てようもんなら、もう、すごい勢いで来るんだよね。あ、どうしようみたいな。まあ、多分ね、火曜日に、不動産屋さんと水道屋さんが来る時に、ギャーギャー行ってくると思うんですよ。で、そしたらね、 あのそれで、あの僕の置かえられてる状況っていうのが理解していただけると思うんで、まあ、不動産屋さんにはね、いっぺんってるんですよ、あのまあ、世間話手で、あのそういう風になってるの知ってますみたいな、いや、全然知らないみたいな感じだったんだけど、まあ、言っちゃえば、僕が一番あの長く住んでて、隣の家の人も結構長いこと住んでるんですよ、だからそんな長いこと住んでる同士で、そんなトラブルになってるとは思ってもなかったみたいで、まあ、ちょっと意外な感じみたいな。 まあでもね、あのー、そういう風なんで、あのー、まあね、あのー、そう、片付けれるとこから片付けてこう、マジで。うん、これはね、本当に、うん、まあ今まで、その、住んでた状況が異常だってのはあるから、まあちゃんとしてかなきゃいけないね。もう本当に目標は YouTube を家で撮影、撮影する。まあこれ無理かな。<laughs> で、えー、5日後。 今入ってる現場、ね、あの、どっかのし、あの、とある会社の応援で入ってるんですけど、えー、そこへ行けなくなります。えー、なぜかっていうとね、1年前から予約入ってたんですけど、えー、僕ご指名で、えー、とあるゼネコンさんの,あの仕事が入ってます。あのー、で、まあ、受け仕事でとして、まあ僕らもね、あのー、 人数だ。僕が、僕が見積もり出して、あの、まあ、それをもとに、うちの会社が見積もりを提出して、えー、取った受け仕事です。これ、責任重大なんで、あの、何が何でも、あの、やっていきたいと思います。まあ、あの、てか、ね、あの、本当にせ、ね、会社の利益を出さなきゃいけないとこですね。本当に責任重大です。えー、これはね、 まあ僕としてはね、あのー、気心知れた監督、気心知れた所長で、気心知れた現場っていう感じなんで、とてもやりやすい環境にはあるんで、まあ、これはぜひでも成功させたいなと思ってます。うん、来年の、えーまあ、来年度の初めぐらいまで、えー、その現場で入り浸ることになると思います。 えっとね、中期計画。まあ、ここ1年ぐらいの計画。まあ、まず最初は資格ですよね。あのー、来年の11月に試験がある、あのー、施工管理技師でだったっけあのー、<laughs> の2級のね、あのー、試験に向けて、まず勉強していきたい。まあ、それ第一ですね。 なんだけど、あのー、まあ、そ、それを一年後、一年後に向向けて、その過去問とかひたすらやり続けるのすんげえ辛い。<laughs> っていうのもあるし、まあ、そればっかりやってるわけにもいかないじゃないですか。っていうことでね、まあ、一応ね、三つほど、その、一年でやっていこうっていう勉強が。まあ、前にもちょっと喋ったけどね、あの、語学の勉強。 でそしてもう一つはね、まあ資格名は言わないんですけど、えー、全く違う業種の、えー、資格の勉強をしてます。まあ、個人的に興味があるジャンルですね。まあ、興味があるジャンルってまあ言っちゃえばそのお金にまつわる感じの <laughs> ことですね。まあ、それ、まあ、ね、僕、なんとなくでね、結構株とかやって成功してたりとかしてたんですよね、昔は。で今 今後ね、まあ人生ね今後生きていく上でそのちょっとねちゃんとしてちゃんと勉強してやらなきゃいけないなみたいなことを今更ながら思ったんでまあね今わかることはわかることでそのまんまいいとしてまあちゃんと勉強しようというでそれプラスねあの現場に入る 上で必要な資格というか、ね、あの、作業をするのに、あの、この資格あったらいいよなっていう資格をあと一つ二つ取れたらいいなとは思ってるんですけど、それはね、ちょっとね、会社の都合、とスケジュールの都合があるんでね。なんなら、あの、毎週日曜日が休みだって分かってたら自分で勝手に取りに行くんですよ。あの、なんだけど、うち、うち、日曜日ほとんど潰れるからさ。<laughs> 先週だって休み月1だったし、今週、あ、先週、今週と、まあ、10月休みだったんだけど、おそらくこの後休みないんですよ。ということで、なかなかね、そ,それが決まるのがね、前日なんですよ。休みか休みじゃないかっていうのが。っていうわけで、なかなかね、その資格を、資格所得に関しては長期計画が立てづらいという感じがありますね。 で、まあ、これ、中期なのか、長期なのか、なかなか微妙なとこなんですけど、えー、ダイエットと筋トレってのがありますね。まあ、ダイエットはね、まあ、正直ね、あの、本気出して痩せた、痩せてみた結果、5キロ痩せました。で5キロ痩せて、87キロまで落ちたんですけど、で、87キロから90キロ台に戻りつつあります。あの、これは有意識自体で、あの、これはなんとかしなきゃいけないなというのと同時に、あのー、 まあ仕事でね、力使うんで、なかなか難しいんですよ。筋トレですね。あのー、もし家の中で、その、仕事、まあ、筋トレで、筋まあ、追い込みすぎて筋肉痛とかがきついっていう状況になったときに、仕事に悪影響を及ぼすじゃないですか。だからね、なかなかその計画的にことを起こせないというか、まあ、それを言い訳にサボってるみたいなところがあって。 うーん、どうだろうっていうね。ちょっと、まあ自分としてもやりたい、やりたいんだけど、なかなかその始められないみたいな。まあ、そんなところがあってね。あの、どうにかしたいなとは思ってるんですけどっていう。まあこれは中期なのか長期なのかわかりません。まあでも、あの、僕の理想体系ね。あの、北斗の剣のラオウなんで。<laughs> 無理だろうっていうね <laughs> そんな感じなんですけどあのバ、ー、キに出てくるみたいなもっと無理なこと言おうか<笑><笑>っていうことでねまあ長期目標になるんですけどまあ長期目標はねまあ結局今の仕事ね続ける気なんですよまあ辞める気はさらさらないまあなんかトラブルがあったらスパッと辞める可能性もあるんですけど基本的にはね70ぐらいまで、えー 頑張って仕事して、まあそこから引退して老後を楽しく過ごすみたいな感じのとこがあるんですね。だから、その、まあ仕事をし楽しく続けていきたいし、なんなら、その、うん、なんていうのかな、あのー、 自分がさ、自分に与えられた仕事はしっかりこなせる。もう10年もやってきたんで、あの、他の人よりもしっかりこなせる自信があるんですよ。まあ、よっぽどね、腕がいい人ってのはいますけど、まあ、それで、それでもというか、まあ、まあ、その人、その人たちはありにしても、よっぽど普通の人には負けません。あの、他の会社の人と比べられても、まあ、あんまり負けないんじゃないかなと思うんですよ。あの、トータルするとね。 まあいろんな仕事があるんで、うちの仕事。で、なんだけど、まあ、その僕の存在で仕事を引っ張れるというか、あと自分がなんか営業をかけて仕事を取るとか、えー、そういうことができるような人間にはなっていきたいな、今んとこね、与えられた仕事を粛々とこなしていくという、そういう存在なんで、まあ、もちろんね、あの人がいる,いるから、ね、頼んだとか、やってほしい、ぜひあの人にお願いしますという、あの、 ご指名はねよくいただくんだけどまあでもね結局それに全て応えられるわけじゃないっていうのもあってだからそうするとね、あのー、うちの人間が別の,、あのーそのね、僕を頼んでくれた現場に行くんだけどそうするとやっぱレベル落ちるじゃないですかいや僕が一応その会社の中ではちょっとエース的な存在なわけで。 まあ、それと比べるとちょっと落ちるわけじゃないですか。そうするとか、先方もね、あれちょっと違うぞっていう話にもなるんで。まあ、これね、自分だけのことじゃないんだけど、その社員の育成っていうやつもね、ちょっと考えなきゃいけないんですよね。まあ、立場的にね、どうしても考えなきゃいけない立場だし、で、その自分が楽をするという意味でもね、 あのー、僕と同じレベルのことをその末端の人間までちゃんとできればそれに越したことはないんですよ難しいな <laughs> 難しいな <laughs> あのー、この前もねあのー、仕事とは全く関係ないところであのー、ものすごい苦労してるうちの会社のね部下を見たんですよねあのー 本当に仕事になってないという <laughs> あれだったんで <laughs> あのー、本当にそういうのの育成どうしようみたいなところはあるんですけどまあでもね結局やっていかなきゃいけないですからね、まあ、その人たちも他の会社で仕事あるのって言ったらおそらくないんですよだからうちで食っていかなきゃいけないんだったらそのやっていかなきゃいけない仕事はあるよねっていうまあそういうところでねまあ僕も頑張って あの育てるつもりで、やっていかなきゃいけないなって。うん、だからね、あの、大体ね、そういう人のバチをかぶって、僕の休憩時間が吹っ飛ぶんですよね。で、休みが吹っ飛ぶんですよね。<laughs> そういうのがあるからね、微妙なんだけど、うん。っていうことでね、あの、いろいろ頑張っていきたいなと思います。まあ、最終的な目標最終的な目標は、あの、 健康で長生きしてで最終的に満足して人生の最後を迎えるまあ病院でいいですわ病院であの無駄に我が生涯に一片の悔いなしって言ってでそんでパッことたあの息絶えたいと思います <laughs> まあそんな感じでねあの短期中期長期ということでいろいろ計画はあるんですけど うーんまあね、うまいこといくかな。いかないんだろうな。<laughs> <laughs> まあまあ、そういう感じで。えーまあ、今後も頑張っていきたいと思います。まあこれね、一年後にこれ覚えてるかどうかわかんないしね。もう計画、とっくの昔に変更になってるかもしれないし。であとね、YouTube のこと言ってないでしょ。あと趣味とかのこと言ってないでしょ。まあそれに関してはね、あの、いつも通りにやっていきますんで。まあ、もうちょっとね、 あのー、こうした方がいいんじゃねえかっていろいろあるとは思うんですけどまあなかなかねあのそういうのも難しいんであのー、<laughs> まあとりあえずマイペースに頑張るとこ,こからがやれることをやるっていうね、あのー、それでいってみたいと思いますじゃあ俺にします以上パチョウでしたバイバイ